はい、それでは、定刻でございまして、予定通り新型コロナウイルス感染症にかかる知事のコメント、本日、知事、ご存じとおりお休みでございます。副知事からの発表となります。はい、皆さんこんにちは。玉城知事のコメントを、代わって読み上げます。本日新たに32人の新型コロナウイルス感染症陽性者が確認され、現時点の療養者数は403人となっており、感染者の増加傾向に歯止めがかかっておりません。このままの状況が続くと、冬場の救急患者の増加と相まって病床の逼迫が強く懸念されます。今が感染拡大を抑える重要な時期です。現在沖縄コロナ警報を引き続き発出中であり、12月11日までは第1弾の集中実施期間として職場や会食、家庭内での感染予防策の徹底を呼びかけているところです。一方、感染拡大防止策を進めながら社会経済活動を両立させることが重要であることから、新型コロナウイルス感染症専門家会議や経済対策関係団体会議の意見を踏まえ、本日新型コロナウイルス感染症対策本部を開催し、 GoTo キャンペーン事業に対する県の方針を決定いたしました。まず GoTo トラベル事業については、県外からの感染事例が少ないことや経済団体からの同事業に対する期待が大きいことなどから、対象地域からの除外は求めないことといたします。ただし感染症対策専門家会議からの提言を踏まえて事業を継続する場合、来訪される皆様には次のことをぜひ守っていただきたいと思います。まず1つ、旅行の1週間前からは感染対策を徹底するとともに、体調不良時は旅行を控えること。2つ、手洗いやマスク着用、3密回避など基本的な感染対策を旅行中も引き続きしっかりと行うこと。3つ目、旅行中の会食は来訪したメンバー内で行い、4人以下、2時間以内とすること。例えば6人、7人の旅行でも会食の際は分散して4人以下となるようにしてください。県民の皆様が県外に行かれる場合も、旅行先で同じように感染対策の徹底をお願いしたいと思います。次に GoTo Eat 事業については、事業効果が見込まれていることや、すでに4人以下の制限を要請していることなどから、県内プレミアム付き食事券の新規発行や販売の一時停止は求めないこととします。ただし県内で発生したクラスターは飲食を伴う会食が一番多い要因となっていることから、次のような対策の徹底をお願いします。まず1つ目、 GoTo Eat 食事券についてはテイクアウトまたはデリバリーでの活用とすること。2つ目、テイクアウトなどを利用できずやむを得ず店内で会食する際には4人以下の利用制限を順守していただくとともに、飲食時間は2時間以内とすること。これらに加え、県では市町村や関係業界と連携し循環キャンペーンを実施する予定であります。またキャバレーやスナックなど接待接触を伴う飲食店などは GoTo キャンペーン事業の対象外となっておりますけれども、クラスターの発生事例が多く確認されております。特にカラオケなど大きな声を出すと飛沫による感染リスクが高くなると言われておりますので、利用者もそして従業員の方もマスクの着用や手指消毒、換気の徹底など感染予防策に特に注意してください。本日 GoTo キャンペーン事業を継続する方針を決定いたしましたが、これは新型コロナウイルスに対する警戒や対策を緩めてよいということでは決してありません。県内の感染状況は予断を許さない状況が続いており、今後の県の警戒レベルの判断仕様の状況によっては、新たに外出自粛や時短営業、休業などを要請せざるを得ない事態も想定されます。現在の県内の医療提供体制は、新型コロナ以外の患者用の病床利用率も 90% を超えており、一部の救急医療機関では受け入れが難しくなるなど逼迫した状況にあります。県としましては、
新型コロナ重症者の病床を確保するために症状の回復した方については重点医療機関から一般の医療機関への転院を促し、軽症の方については主にホテルや自宅での療養を進めてまいります。またコロナ以外の患者用の病床を確保するため福祉施設等の関係機関と連携して病床を確保する取り組みを実施し、医療提供体制の確保を図ってまいります。さらにクラスター対策の強化を図るとともに、冬場のインフルエンザとの同時流行を見据え、1日最大7000人の発熱患者に対応する検査協力医療機関等の確保を進めます。関係機関や県民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。年末年始を、穏やかに過ごすためには、感染対策を徹底しながら社会経済活動を両立させることが重要となりますので、県民や事業者が一丸となって取り組むことがぜひとも必要です。ご協力をよろしくお願いします。以上であります。それでは、今のコメントに関しまして、ご質問をお受けしたいと思います。各社さん、挙手の上で、質問をしていただきますようお願いいたします。どうぞ、質問ございますでしょうか。こちらでありますね、はい、よろしくお願いします。先ほど感染防止対策を取りながら社会的経済活動を回すということで説明がありましたけれども、結局は個人や事業者が感染防止対策を徹底できるかどうかによるところも大きいと思いますが、県としてどのように実効性を持たせるか、先ほど巡回キャンペーンの要求もありましたけれども、具体策について説明をお願いします。はい、詳細はまた商工労働部の方からあると思いますけれども、実は、今回の、本部会議の前にですね、11月26日、先週ですけれども、経済団体、会議の幹事会を開催しております。その中で県の方から、この GoTo イート事業等について、議題としているわけですが、その中で逆に県の方からですね、ガイドラインの実施状況ですとか、それから、ただいまの巡回などについて、この、提案をしております。その中でですね、この、本部会議での、発表事項になったということです。詳細は商工部長からお願いいたします。はい、まずはその11月26日に実施しました経済対策関係団体会議、これが幹事会を開きまして、その中で、議題は3つございました。1つが公共キャンペーン事業の見直しの検討、それからもう1つが、感染防止対策、いわゆるガイドラインの実施状況、これは業界の方から報告を求めております。もう1点が、その憲法等での感染防止対策の確実な実践への、普及キャンペーン、循環キャンペーン、この3つについて議論をいたしました。まず1点目 の強調キャンペーン事業の見直しに関わるその検討、業界 の受け止め方という部分ですけれども、まず意見としまして、GoTo イート事業についてはですね、食事券、電子食事券の販売が、これ11月の24日時点で、合計5億4740万円に上っていると、それから登録店舗数がその時点では863店舗、申請中が1500店舗となっておりまして、沖縄県は GoTo イート事業に関して、スタートは若干遅れたんですけれども、当該事業の効果がですね、見込まれるというような実感が、実感があるということで報告されております。そして報告もありまして、現段階では GoTo キャンペーン事業はですね、停止すると、停止することなく、その継続することが望ましいというようなですね、共通した意見が示されております。報告を受けましたが、その当該幹事会ですね、14団体が参加しております。それから、宿泊施設、飲食店等における感染防止対策を徹底していくことが重要であるということで、そのためにも感染防止対策を実施している旨の PR、それから行政による委員会のですね、
実施してほしいというような意見が出ていました。それからガイドライン の実施状況についての、これは沖縄県飲食業生活衛生同業組合と、それから沖縄県社交飲食業生活衛生同業組合、この2団体からの報告がございました。またその飲食業生活衛生同業組合からの報告ですけれども、これはそのガイドラインのチェックシートというものがですね、全国生活衛生営業支援センターというところから示されておりまして、それに基づいて巡回指導を実施していると。で、巡回活動をやりまして、チェックシートの基準点を超えるとステッカーを店舗に提示しまして、感染防止対策を実施しているということでございました。それからもう一つですね、沖縄県社交飲食業生活営業同業組合の方ですけれども、こちらの方も全国生活衛生営業支援センターが設置している共通のガイドラインというものがありまして、チェック項目75項目であたるような詳細なこのチェックシートがあるということがありまして、130店舗ほどですね、巡回活動で実施しているということの報告がございますけれども、当該団体やはり組織にその体制が弱いということもありまして、実際その時間と人材が足りない状況もあるというようなことがございました。それから店舗ではですね、感染防止対策として検温ですとかパーティションを設置というような対策も講じておりますけれども、お酒が入ってしまうと、どうしてもですね、マスクを外してしまうというようなお客さんも見受けられるというような報告がございました。それからもう一つの議題であります、店舗当選の感染防止対策特殊な実践を巡回との普及キャンペーンについてですね、これでも議論をいたしました。当初は我々はその県と業界団体でどうかというような話もしておったんですけれども、参加者の中でですね、やはり地域との連携、市町村との連携というのは非常に重要であると言われておりまして、これは県と市町村、それから関係する業界団体とですね、連携して、巡回指導を行うことによってですね、そういう感染防止対策の徹底ですとか、一つにはやっぱり県民に対しても注意喚起という要素もあるんですのではないかというような意見がございました。巡回キャンペーンにつきましては、あんまりやるというと今日のこの対策本部会議の中においてもですね、一応その皆さんに了解していただきましたので、今日実は2回目のその幹事会を開きまして、その実施の地域、どこでやるのかということですが、実施の地域、それから体制についてはですね、早急に検討いたしまして、10年中には実施したいというふうに考えております。以上です。よろしいでしょうか。他はございますでしょうか。前島だけです。GoTo トラベル、GoTo イートタックキャンペーンに関しては、除外求めない、求めないということですが、今度は自己免許であったり、管理者の許可の方に向かっていないということですが、どのような状況になれば、その除外、提示を求めることになるのか、実践の結果的で、はい、このコメントの中にも申し上げましたけれども、このやはり、今後の県の感染レベルですね、今現在、感染レベル3ということですけれども、だいぶ、本日の状況を見ましても、レベル4の支障がですね、出てまいります。今後、この全体として警戒レベルがですね、4の状況になったときですね、どのようにするかということ、前回の緊急事態宣言は警戒レベル3でありましたけれども、今、4のところでですね、議論を行う方向ということが、先日、総括情報部から話があったと思いますけれども、われわれは何としても警戒レベル4にならないような形で、今、一生懸命取り組みますけれども、どうしても警戒レベルの4、いわゆる感染まん延期になった場合にはですね、これ以上の、感染が蔓延すると、医療提供体制を逼迫してしまうと。コロナ患者もそうですが、コロナ患者以外の方々、いわゆる冬場はどうしても感染者が増えてしまうという傾向がございますので、この状況を何としても、食い止めなければならないと考えておりますので、警戒が、感染蔓延期になる警戒レベル4の時にはですね、
先ほど申し上げました外出自粛ですとか時短営業、営業等、休業等についてもですね、議論をして取り組まないといけないと、事業者の皆様、そして県民の皆様にはですね、ぜひともこういった事態にならないように、今の時点で取り得るすべてのことをですね、取り組んでいただきたいというふうに考えているところです。関係事務の川瀬です。確認なんですけれども、この方針というのは今 の知事とも十分協議した上というか相談した上で、発表されているということでよろしいでしょうか。はい、その通りでございます。この資料についても知事の方に報告いたしまして、それからただいま読み上げました知事コメントについてもですね、知事にも見ていただいてですね、いろいろ解説等をした上で発表させていただいております。ありがとうございます。他ございますでしょうか。はい、宮本です。GoTo イートインについてなんですが、なるべくテイクアウトで今言っているんでしょうかということなんですけれども、その通りでございます。感染症専門家会議からはテイクアウトデリバリーに限るべきだという意見もございましたけれども、いろいろ、庁内で情報収集しましたところ、テイクアウトデリバリーが必ずしも全部でできるわけではないというような部分もございましたので、県としましてはまず基本はテイクアウトデリバリーと利用と、ただそういったできない場合についてはですね、4人以内の、そして飲食時間2時間以内というようなものを徹底してもらいたいという2段階で対応することとしたということです。時間が来ております。もしここにあればもう一問お送りいたしますが、どうぞマイクお願いします。山田市部の町の本部さん、よろしくお願いします。観光客の方にも注意を当てたいと言ってくださいということで、それも条件付きでゴールドラベルに設定されたりとか、これまでの観光客の方々がいろいろと検討を呼びかけていらっしゃっていると思うんですけれども、より強いメッセージが必要になっていると思うんですが、どのような呼びかけをしているでしょうか。はい、今回この観光客の方々にはですね、やはり、手洗いやマスク着用、3密回避などの基本的な感染対策を旅行中もということをやっております。これは前回から変わらないと思いますけれども、この部分についてはですね、やはり基本的な対応だと思いますので、これの徹底をさらに今後も強く求めていくと、やはり旅行前にですね、検温などをしっかりしていただく、でちょっとでも体調が悪いとかいう場合にはですね、しっかりと治してからおいでいただくというようなことをですね、呼びかけていきたいというふうに考えております。それから口、はい、もう補足します。今回の判断的にですね、確かにその観光客の注意も必要ですけど、科学的に分析しようということで、実は交通旅客客数と感染者の増加には統計的に無関係ないというのが、13回のコロナ対策感染症分科会、今年の10月29日のリポートに出ております。ですから観光客が原因ではない、実際に 1% ぐらいしかありませんので、そこを踏まえてですね、ただ彼にとってその感染は相当蔓延してますので、その両方で考えなきゃいけないということなんです。ですから科学的によく上手かというのは、観光客を悪者にしないでくださいという切実な要望もありますと思うんですから、そこも判断の上、総合的に判断しております。はい、よろしいでしょうか。それでは時間が来ております。本日の会見以上とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。